11月27日、宇多津町身体障害者協会が宇多津町社会福祉協議会、香川短期大学の協力のもと、U プラザ宇多津の施設を調査しました。これは宇多津町を障害者にとって住みやすくする活動として実施されたもので、昨年に引き続き2回目となります。この日は宇多津町身体障害者協会の会員のほか、宇多津町社会福祉協議会と香川短期大学生活介護福祉専攻の学生合わせて25人が参加しました。参加した皆さんは U プラザ宇多津の館内や建物周辺を調査しながら、障害者にとって使いづらい場所や改善したい場所を見つけていきます。危ないの、あれ、分かります今の、回転しようんですよ、うん、何が回転しよう、扉が回転しよう、あ、これは回転しよう、うん、回転して、だから挟まれないように気をつけないと、うん、あ、それはあるわね、うん、まあ、とりあえず入ってください、中へ、うん、あ、エレベーターその古い、これ引いてんですよね、ここまで、そう、ボタンまでちょっと届かんやな、うん、それともうちょっと扉が広かったらいいかなって感じ、こっちは今開けます、ちょっとこれは面倒、これ車椅子がいいか、香川短期大学の学生は障害のある方の補助をするほか、自分たちで目隠しや車椅子を使って調査をしていきました。ここ今テーブルある、ぶつかるくない、つい当たってない、奥に当たってる、うん、危ないな、何か放送があっても聞こえないから、声で放送するよりかまた他の方法があるんだったらそちらもいいかなと、まあ一番はなんじゃな、角とかあいなとこがな、わからんわな、うん、トイレやなはよかったよ、トイレは広いしな、使いやすかった、うん、こう分かりやすかったで、展示がちょっと気持ち狭い気がして、曲がるのとかもちょっと分かりづらいなと思ったんで、もうちょっと広かったらやっぱり安心して曲がれるんじゃないかなっていうのは思います。実際にその車椅子だったりシルバーカーとかで生活をしている方と一緒に行動してみて、どこがどんな風にこう不便なのかっていうのを知れるいい機会だなっていうふうには思いました。今回の調査結果は12月に宇多津町に提言し、改善のお願いをすることになっています。